久保さん、今回マーク・トゥイーンさんにしましょうか。今から数年後、あなたはやったことよりもやらなかったことに失望すると。やらなかったことに失望すると。やったことよりもね。まあ、ほとんどの人がやる前に、なんかその、本当に稼げるのかみたいなね、なんかあだこで言うんですけども、やらなかった方が失望するよっていう。まあ、大体やんないですよね。スーパーの女の、その上司の名言ですよね。あ、見てないんだね。見てないってことは、もうずっと見ないね、みたいな。まあ別にマルサの女を見なかったから失望するってことはなかっただろうけれども、まあ上司の格言ですね。あ、見てないんだ。見てないってことは一生見ないね、みたいなね。確かに。確かに。そう。大体ね、流れるんで、今やれないことって今やれないんですよ。で、ずっと今やれないんですよ。ずっと今の連続で、今の連続だから今やれないことは今の連続が今やれないのでずっとやれないってことですよね。そう。いつかやろうっていうのはいつにもならないってことですね。だからいつかやろうじゃなくていつやるかを決めるってことですね。いつかやろうではなくていつやるのかっていうのを決めなければまず始まんないですよね。まあもちろん決めても破る人もいるので、まあ決めたからできるのかっていうと、まあできない人もいますけども、でもそれはまあ自分を裏切ってるんで、まあそれが裏切ってる人生ですからね。自分に嘘をつく人生なんで、それはそれでその人の人生ですからしょうがないんですけど、でも決めたことをただ守るっていうことをただやる。別にすごいシンプル。シンプルイズベストですよね。決めて守る。終了ですよね。多分ですよ。まあ世の中でルール決められたことがあるから世の中の統制がなってると思うんですよ。例えば物を盗んではいけません。物を盗むとこういう罰則がありますっていう規制があるから、まあそのルールを守っているから世の中は統制になってるんだけども、みんながそのルール破ったら多分犯罪だらけですよ。まあ実際にそのなんですかね、一回テレビでもちょっと流れましたけども、そのまあロシアとウクライナの戦争の中で食料とかね、物がなくなって、そのスーパーにねガンガン入ってね、なんか盗んでくみたいなね。だからもう統制が整ってないともうそうなっちゃうんですよね。だってなんだろうな、やっぱ結局は生きていかないといけないからね。だから例えば子供がね飢え死にして死にそうです。で周りもうお金とかもそういう概念ない、もう戦争勃発してます。でもうぐちゃぐちゃになってます。多分おそらくスーパーがミサイルでこうなってて、で物が取れそうだったら多分僕も取ると思いますね。そういう状況だったら生きていくためにね。久保さん、まあ久保さんは分かんないですけどね。いやスーパーにちゃんとお金を払わないとそれは取っちゃいけない、それが正義だ、だから食うものは我慢するとっていうのがあるんだったらそれはそれでいいと思うんですけど、僕は多分すいません、もうルールが崩壊してるんだったら自分が生きるためにはその手段を取ると思いますけどね。でもまあ別にね、日本はそういう状況じゃないのであれですけども、だからその昔沖縄だったかな、なんかその多分これ歴史上でもあると思うんですけど、人を食うっていうね、そのなんだろう、倫理的なんだ、人間的にどうなのかっていう話でもあるんだけども、生きていくためには何か食わないといけないですよね。だから人まで食っても生きている価値はないと思うんだったら、上に死んでいくっていう。でもこれはね、まあ人間っていうのは考える力があって理性もあったりとかするので、まあ人を食ってまで生きたくないっていう人は多分死んでいくと思うし、それでも、生きるを選ぶんだったら人食うし。これは難しい、すげえ話ですけどね。ただ動物の世界では共食いっていうのがあるんですよ。まあ、昆虫とかでもあるだろうし、共食いみたいなのあるので、うん、これはまあ非常に難しい議論になりますけども、ただまあ言いたいことは、まあルールを守ってますよねって話です多くの人がねそうでもルール、その国が決めたルールだったりとか社会が決めたルールは守ってるのにもかかわらず、自分が決めたことは守んないんですかっていう話で、その決めたことを破るんだったらね、うん、でも多くの人は決めても破ったりしてるんで、結構やります頑張ります、僕はやるやる詐欺に相当合ってきましたんで、もう慣れましたけど、やります吉田さん頑張りますみたいなね、でやめていくっていうねどんだけやるやる詐欺の被害者だよっていう、相当被害を受けて、まあ被害というのがちょっとあれですけど、まあそういうのを見てきたんで、まあ多くの人がやります頑張りますっつってもやらないですよね。うん。まあやらなかったことに失望すると思いますんで、やった方がいいと思いますけど、いってらっしゃい。